そういうのもあるよね。イクルメイトです。クルーばっかしやな。なんでや、なんでいきなりボタン押すね、ボタン押してんの。あ、ん、え、いや、早い。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 どちらで、どこですか。エレキじゃないかな、多分。エレキですね。うん。え、どうしました。シーフいます。さすがに所定の停電でセルフ、シェリフ特攻しないんじゃないですか。ないと思います。ないですよね。それ追いかけるのはちょっと結構、そんなにもシェリフ特攻みたいな状況やったんですか。いや、その前にシェリフいますか。いや、出ない方がいい、出ない方がいい。でも出ない方がいい。別に出ない方がいいんですけど、別に出ないんですけど。いや、僕は出ないです。誰エレキ、このマップってどうせ停電キルが最初強いから、停電直しに切り、エレキに行って、あ、わかんないけど、と思って、まあ見に行って、で、パチパチ、やって、開けたら死体なんで、だからシェリフか、僕の近く誰かいたら見てるって感じ。とりあえず、弾いていきますか。弾いていきましょう。情報結構出せるんですけど、初手下に行った時に、僕、ストレージの配線してる時に、左下に行ったのが、シューレリンネ線路だっていうふうに覚えてて、で、アドミン最終で僕、先端さんと多分すれ違ってるから、先端さんにまず白出せます。はい、はい、うんうん、誰かウェポンにいますよね、一緒に。のすけ、のすけが、おー、はい、ナイス。ハイブリは、アドミンに残ってます。先端くんが言ってくれると思う。ストレージからアドミンに来ませんでした。ストレージから来たの、それ僕っすね。配線ルートは僕です。下のゴミ箱やって上に行ってます。あれ、まあまあ見てます。まあ、どの道、アドミンで最後見てたら、スキルが多分厳しいと思います。でね、ストレージからエレクトリカルに行く途中の停電中、我が通ってるので、誰も会ってないので、逆行してるものは。はい、うん、だから、そっち側の通路は大丈夫、白出せるわ。ストレージからエレキで最後、リンネ様はどこいます、うん、配線前に来ている。で、我はもう通報ボタンが見えて、押そうとしてタッチの差って感じじゃん。これ、まだ停電になってます？治ってるから。ってるってことなんじゃない。乗ってるから見えたってことでしょ。カタバツさんってだって、カタバツ。いや、我は見えてない。我はメスは見えてない。停電停電中。え、直ってなきゃ。直ってなきゃ。直ってなかったら、直ってなかったら。うるせえな。いや。うるせえな。壊れた機械みたいになってる、パッと。直ってねえじゃねえかよ。ほんで。はい、治ってませんでしたよね。治ってませんね。はい、一番最初に私が治ったって聞いたのはそれで、自分ストレージで給油してて、それでいきなり通報入ったから、うん、停電中のドサキルなのかなと思って、まあ、カタパッドさんの証言だと、自分で配電盤触って直して、停電が明けて見たら死体があった。で、多分自分、カタパッドさん以外に多分周りに一緒に直してる人がいなかったと思うんですよ、証言的に。僕はいないって。左下に行ったのはリンネさんと、そのだから。あ、まあまあ、それはじゃあ、直そうとしたけど、うん、あ、まあいいや。片畑さんは、配電盤開けました？開けてない？開けました。開けました。他に開けた人っていますか？いないです。あ、いないんです。それは片畑さんから言えるってことですね。うん、あ、でもこれ、開けてたら、隣にいますよね。うん。うん。うん。なんでいないっすね。カタパトさん、近くに誰もいなかったってことですか？ちょっと、リンネさん、いや、わかんない。いいですか、記憶するうちに、カタパトさん、最後、どことどこを直したとか覚えてます？左と真ん中ですね。まあでも、これは直せる人がおらんから、なんとても。いや、だから直ってなかったってことで、だから、左と真ん中でプラ、もう一個上げるところがあったらってことじゃないの？いや、あの、とりあえず固まってる人がいて、例えばインポーターが、いや、今センター見てるんやわ、それ。配電盤見てるんやわ、うん、そうそうそう、今直したんで、一応合ってます。あ、なるほど。あ、じゃあ、あと1と真ん中が、うん、左と真ん中が、直ってなかったっていうのは一応合ってます、うん、はい。でも、上げたって言ってませんでしたっけ、カタパッドさんって。まあ、配電盤を見て、少なくとも見てるっていうのが、その直したか直してないか定かないけど、うん、見てはいいそうですね、うん。
なるほど。だからいるっていうのが確定かな。いて、かつ見てるの。普通にハイデマ見てて、シェリフ特攻してるコースをするのがちょっと普通に怪しいかなと思いましたね。その初回の件で、どうなのかなって。分かる。切ってるっていうのがあるから。いやでも自分目線はでもあれじゃない、その急に死体が転がってたからセリフなのかなっていう単純な考えの可能性は全然あると思いますよ。死体は転がってたんですか？寝、ね、転がってました？光ってたって感じですね。はいはいはい。でも入り込めるのって多分リンネさんとカタバツさんのローラーぐらいしかなくないですか？赤メタもね、一番上の奥で配線直してるエレキ、停電になった瞬間。いるんかーい。ナイスナイスナイス、終わったぞ。はい。あ、リンネ様死んでくれるんだ。今リアクターの上直してますリンネさん。はあ。で、誰かが切って、ちょっと見えなかったですけど、で、重々からリアクターに今入った瞬間終わった人誰ですか？ノスケです。その人はできないです。カタパットさん最後どこにいますか？左上のアッパーエンジンら辺ですね。のどこですか？給油ら辺、給油であってましたっけ？左下の。多分飛びついてないですね。いらっしゃらなかったのと、あと、カフェテリアから下に向かうときに、保管庫、ストレージの扉が閉まってたんですけど、そのタイミングでリアクターになって、すぐカタパットさんが上に、カフェテリアの方に抜けてくれました。で、僕はドア開くのちょっと待ってから、後追いかける形だったんですけど、アッパーエンジンを通って、で、まあ、十字路に向かったんですけど、うん、誰ともすれ違っていないです。うん、ああ、だから、のすけくんの言ってること合ってますね。自分より前にいるはずですよね。はい、そうですね。片松さんの方が先にいらっしゃる。ね、だから多分、結構、切ってるんじゃないかなと思っちゃいます。アドミも最後私が見てて、アッパーにはついてないです。もういいですよ。僕釣っていいですよ。無理、わかんない。一応じゃあカタパットさん釣って、ないので誰かボタンを押してもらって猫かぼちゃがバウチョさん、とりあえずちょっと猫崎さんも釣ってきますから、うん、なんでですか？猫もミオちゃん釣っとくから、もうごめんね。もう なんで私だって。ごめんなかったさ、釣らない釣らない釣らない。猫崎さんは釣らないけど、カタパットさんが気合で猫崎さん持ってくしかないよ。そうやね。気合で持ってきます。気合で持ってって、いい位置。私持ってくよりのすけ持ってった方がいいですよ。やめてやめて。いや、こいつは持ってかなくても死ぬから。やば。持ってってもいいです。お前だけよ。ごめんなさい、カタ。雑切れでごめんなさい。ナイスー。はい、ナイボー。好きいるんだ。あ、いや、センターさん持ってかれてる。じゃあ、猫かぼちゃだったと。猫かぼちゃね。ちゃきついですね、これ。じゃあ、リンネさんが隠し色になりますね。あ、死んでるか。まあまあ、でも、どっちにしろ、ほぼほぼ初手のキルがカタパットさんだから、詰めようがないと思うので。はい、そうですね。このターン赤メタ停電直したので、マット否定させていただきます。おーナイス、おーナイス。お見間違いだったら申し訳ないんですけど、カフェで僕、うん、いやのすけくん弁当から出てきたように見えたんですけど、やばっ正解。いや正直、うん、いや俺もいや、ほんまごめんごめん、セルフィーさん、それいつ、いつだろう、ね、のすけ人外なの、やばすぎやろ俺。あんなにバチバチベッドベイでタスクして扉閉まってて相手だから、まあ、20秒前後ぐらいに僕がカフェでウェポンのタスクするときに、カフェからウェポン行くときに、はい、のすけくんがその壁沿いに多分歩いてきたよね。カフェの右の壁沿いから歩いてきてて、僕目線ベントにから出てきたように見えた感じです。だから視界が狭いから。序盤ですか？序盤、いや中盤ぐらいです。中盤普通に多分ナビゲーションから、中盤はガッて僕ナビゲーションいます。のすけナビゲーション、だったら序盤ですね、はい、ごめんなさい、時間がちょっとずれてる。序盤だったら僕とのすけさん20秒ぐらいのずっと見合ってふざけてたんで、そう、ごめんなさい、ないと思う。ベッドの上で遊んでたみたいな。なら大丈夫です、ごめんなさい、普通に。キルクールも溜まってないのに弁当入ってることがないと思うから、多分見間違いですよ。あ、オッケーオッケー、とりあえず見間違いですね。はい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 、
まあでも赤メタさんね、強人っぽくなっちゃった、ごめんなさい。いや、確かにインポスターはなさそうとは思ったけど、強人はあっても、うん、発言が強人っぽくなくなっちゃうんだよな、うん、いや、めっちゃ死んでる。おお、バウンティだから、うんうん、だって右側では一回も見てないです、お二人とも。のすけしゆねか。うん、左も見てないですね。見てないですね。見てない。左下側は見てないかな。左下、左、リアクター、アップ、なんだ、ロアーエンジン、エレキマイ2ローでは見てないです。ナビゲーションから私はカフェテリアを通り、左上の配線まで見て、その後メッドベイで最終、見てないです。俺もその動線追ってて、ウェポンまで行ってるから、猫好きかは嘘。あ、はい、あ、ね、猫好きさんの白出しなんか誰、どなたですか。赤メタです。赤メタさんが言ってくれてます、ね。後ろ来てるってことですか。後ろ、まあ最後ウェポンまで行ってます。一回シールド挟んじゃったんですけど、カフェに死体が転がってない限りは。でもカメラも見てて死体はなかったですね。はい。うん。僕ね、カメラリアクター鳴る前も一回見てて、鳴った後も見てるんですよ、はい、カメラを。あ、そうなんで、鳴る前はなんか左上に赤メタが歩いていくのを見てます。なんか場所がちょっとわかんない、ごめんなさい。どこの場所のカメラなんだろう。左上。まあ、ちょっと右側いたから、はい、ナビか、うん。多分その辺で見てる。左側はセルフィーパン君ハイブリでほぼほぼ一緒にいて、右側が赤メタさん、ミオさんだから、どこか間しかなくて、どこなのかがしっくりこないんだけど、なんか少なくとも赤メタさんは私はナビゲーション側に置いてってるので、やってるんだったら右下だと思いますけど、右下だったら可能性がある。カメラで映ってるんだったら違う。懸念があるのが赤メタさんマットのミオちゃんとか。シェリフがセルフィーさんのカメラでいます。シェリフが出てきてくれたらすごい助かるかなと思ってる、この盤面。いや、もういないと思う。いや、もうさすがに厳しいんじゃないですか。赤目さんってでも、あのマットは否定されますよね。直してるから、だから、あ、そうかそうか、あのタイミング、いや、インポスターで直してるぐらいしかない、ないんじゃないかな。直してるのどっちかかな、あるの感じかな、聞いてる。まあ、一応2人、僕目線は2人とも後から合流してるから、聞いてる位置ではあるかなと思ってる。はい、ランダム投票。わかんない、正直。マジか。パンセルのどっちかだと思うけどな。投票する感じですか。入れました。あ、ごめんなさい。ごめん。多分これマット行ってたらね、無理やり釣らなきゃいけないから、ごめんパン君、違ったら釣るしかないな。そう、申し訳ない。ごめんごめんね。ほら、本当にごめん、はい、議論が下手だった、回しが。やば。いや、申し訳ない。いや、申し訳ない。ごめん。運ゲーこんな違うしやダメだね。いや、ごめん、僕ショーがバラバラだった。握りじゃったね。びっくりするほど。なんで今村かったの。すごい。いや、パンクごめんなさい。あの、もういや、申し訳ない。俺、あれハイブリさんに入れちゃった。普通にあの自投票の線を追っちゃって。いや、そうね、ハイブリさん釣りとかったの。そう、その釣り先が決まってなかったから。うん、でなんか最後の最後にセルフィーさんみたいなの聞こえてた。ごめん、聞こえてた。俺も全然聞こえなくて。え、どっち、赤目さん。俺赤目さんかなと思って赤目さん入れちゃって、ごめん、申し訳ない。あ、申し訳ない。いや、今の勝てたね。申し訳ない、ごめんね。ごめんね。申し訳ない。ぐちゃぐちゃだった。いや、本当にキルが上手だった今のは。マジで、いや、うまいっすね。本当に分かんなかったんだよ。なんなら私右側で死んでますから。え、あ、そうだ。あのコミュの中で死んでます。コミュの中っていうか入り口ら辺で死んでる。すごいな。のすけはどこで死んでるの。俺はエレキ。はい。わかんないわ。怖いな。めっちゃいい気だった。これなんで買ったんだろうね。いや、申し訳ない。シールハンドめちゃめちゃ。もう、適当に言えるしかないだけど。名前出せばよかった、普通に。誰かだよっていう。そうだね。大声パスだ、多分。大声パスだ。じゃあもう、
ねえ誰かじゃないですかって言ってくれセルフィーパンクのどっちかですね。いやもうそういうことみたいな。もう見ましたからブラちゃんとなんかもう釣られるの嫌だからブラだし。よう釣れたなあれ。何これ。びっくりした今。おもろかったな。いやもう9割人外の価値をうまいですね。人外強かったですね。うまね。いやナイスキルパンク。ナイス。いやおもろいなこれ。面白かった。面白い。人外強いのおもろいわ。いわいわきますかじゃあ次の試合。はい。はい、はい、お願いします。皆さん聞こえるとか大丈夫ですか。大丈夫です。はい、お願いします。